ストックホルムはスウェーデンの首都でスウェーデン最大の都市である。北欧を代表する世界都市であり、2014年アメリカのシンクタンクが公表したビジネス、人材、文化、政治などを対象とした総合的な世界都市ランキングにおいて世界第33位の都市と評価された。ストックホルム県に属す2016年時点の市の人口は約92万人。 水野と北欧のベネツヤとも言われ、水の上に浮いているような都市景観を持つ。北欧で最大の人口を誇り、バルト海沿岸では、サンクトペテルブルクに次いで、第2位。1912年に、第5回夏季オリンピックが開催された。漢字表記は、シアツツネ、ストックホリューブ。1868年頃に、 熱気球から描かれた、ストックホルムの光景1890-1900年頃の、ストックホルムの王立公園13世紀の半ばに、スウェーデン東部のメーラレンコ東にある小島、スタツホルメン島に、鳥出として築かれたのが最初である。1250年代に即位したとされる、ホル君が王朝初代国王ビルエリアールによる。鳥出としてだけでなく、都市としての機能も形成されていく。 戦闘に備えて、島を囲むように、マルタの柵が巡らされていたために、マルタの小島と呼ばれるようになった。これはスウェーデンので、ストックホルムという。都市は、次第に拡大し、近郊の小島などに広がっていき、都市の名も、ストックホルムとして落ち着いた。都市の始まりとして築かれたスタツホルメン島は、ガムラスタンと呼ばれ、昔ながらの中世の建物が立ち並んでいる。 13世紀中央以降、バルト海沿岸のハンザ同盟都市との交易で成長。カルマル同盟下でデンマーク王家にとって重要な都市となっていく。スウェーデンの都市は他のヨーロッパの都市と比べると小規模で、ストックホルム以外の都市化は父として進んでいなかった。1520年、クリスチャン2世がストックホルムの地獄と呼ばれる独立派の処刑を行う。結果として、 独立運動が紅葉、公用。1523年にスウェーデンは、グスタフ一世紀の下で、スウェーデン王国として独立。その首都として人口が、増加。1600年には1万人に達する。17世紀は、スウェーデンが、列強の一つに成長した時期であり、ストックホルムの人口も1610年から1680年の、間に6倍に膨れ上がった。しかし、 他国のような人口爆発は、スウェーデンにおいては小規模にしか発生せず、都市といえるような町は、他には、開港エテボリしかなかった。スカンジナビアの諸都市と国内の諸都市を結ぶ交易を、ストックホルムが独占していく。1710年、この地でもペストが猛威を振るう。さらに、大北方戦争の敗北で、都市の発展に、陰りが見えたが、自由の時代を経て、 グスタフ3世の知性で文化面で、ロココの時代を迎える。19世紀後半には、再び産業の中心都市として復興し、人口も移民の流入で増加する。ストックホルム生まれは、市の人口の4割にも達せず、商業などを通じドイツ人やオランダ人などが大量に、入植、ストックホルムの都市化が進んだ。この時期、カロリンスカ研究所など多くの研究機関、 大学が創設された。18世紀以降、ストックホルムは直接戦火に巻き込まれなかったため、20世紀以降は現代的な多民族都市へと成長。クララ地区など古い歴史的街並みは現代建築に建て替えられていった。ストックホルムの人口は現在も増加し続けているが、それは自然像ではなく移民によって構築されている。最近になって移民が 独自のコミュニティを形成し始めている。重化学工業は市内には事実上存在しない。市の雇用を吸収しているのはハイテク産業である。IT 産業のセンターは市の北部に形成されている。ストックホルム最大の企業はストックホルムに本社を置く移動体通信メーカーのエリクソンでおよそ8,500人を雇用している。金融業も発展しており、 2020年に英国のシンクタンクにより、ストックホルムは世界第28位の金融センターと評価されている。メーラレンコがバルト海に達する場所に位置し、市の中心部はストックホルム諸島を構成する島々のうち14の小島を含む。市の地勢上の中心はリッター湾に沿っている。市の面積の30%は運河が占め、公園や 緑地帯も30%を占めている。西岸海洋性気候に属するが、最寒月の平均気温は低、摂氏3.0度のため限りなく、亜寒帯湿潤気候に近い。高緯度地方のため、1日の日照時間は、夏の18時間から12月下旬の6時間まで差が、激しい。メキシコ湾流の影響で、緯度の割には温暖で、年間の日照時間は、 1981時間に達する。年間の降水量は539ミ、mm、リメートル。地球温暖化で近年は陶器の降雪がない年もある。ストックホルム視聴者からのパノラマガムラスタン、ストックホルム宮殿スウェーデン国立美術館、ドロットニングホルム宮殿バンディストックホルムはどの都市とも正式に姉妹都市提携をしていないが、世界中の首都と協力関係にある。 ありがとうございます。